こんにちはゆっくり霊夢です。こんにちはゆっくり魔理沙だぜ。皆様、残暑お見舞い申し上げます。まだまだ暑い日々が続いてますが、いかがお過ごしでしょうか。お盆に入り帰省などされてゆっくり過ごされている方もいると思います。お盆前にはパリオリンピックが8月11日に閉会した。え？閉幕してあんまり期間経ってないんですね。そうか、霊夢もその口か。私もサッカーがベスト8で敗れた時に終わってたから東海上立つから結構前に終わってたと思っていた。通りで長く感じていたはずです。でもな霊夢、オリンピックは終わったがまだ暑い夏は終わってないぞ。そりゃそうですよ。毎日40度近くになってますもの。いや、気温的なことではない。一つの区切りはついたがサッカー自体は終わってはいない。何かありましたっけ？アンダー20女子ワールドカップが行われるんだ。あ、そうでした。ヤングなでしこたちの大会ですね。そうだ。その大会に向けて8月14日にメンバーが発表されたので確認しよう。パリ五輪で活躍も、なでしこ主力は外した。JFA 下した最終判断、谷川ら戦外の理由。コロンビアで開催されるアンダー20女子ワールドカップ、W 杯メンバー発表。日本サッカー協会、JFA は8月14日、今月31日から9月22日までコロンビアで開催されるアンダー20女子ワールドカップ、W 杯に出場するアンダー20日本女子代表メンバーを発表した。ヤングなでしこの愛称を持つチームは、日本サッカー史上最高となる標高 2600m の高地決戦に臨む。今大会は参加チーム数が16から24に拡大されて行われる。参加24チームは4チームずつ6つのグループに分けられ、各グループの上位2チームと3位のうち上位4チームがラウンド16に進出。その後、準々決勝、準決勝、3位決定戦、決勝が行われる。日本はアジア予選を兼ねた今年3月開催のアンダー20女子アジアカップで準優勝の成績を残して出場する。加納道久監督は、失敗を恐れずにチャレンジしてアグレッシブに躍動する姿を世界に見せられるように、世界での優勝を目指していきたい。と目標を定める。一方で、この世代からパリ五輪に出場したミッドフィールダー谷川桃子やフォワード浜野舞香、ディフェンダー古賀塔子といった選手たちは、この大会がインターナショナルマッチデーに開催されないことも含め、エントリーできる年齢でパリ五輪に入った選手は活動日数やコンディション、クラブとの関係からも日本サッカー協会JFA とそちらを優先した方が良いだろうということでエントリーから外したと選出されていない。グループリーグで E 組に入った日本は3試合をコロンビアの首都ボゴタで戦うが、標高は約 2600m の高地。加納監督は、富士山の5合目や6合目にあたる。2011年にアンダー17男子がメキシコで試合をしたのが標高 1900m ほど、日本サッカーでも今までにない標高でやることになると話す。そして、準備段階として環境適応、高所順化ということで約2週間前に入って慣らしていく。いろいろな議論をしてフィジカル、メディカル、JISS、国立スポーツ科学センターや JOC、日本オリンピック委員会とも話して、少しでも高所順化して慣らしていかないといけない。高山病にならず整えて心肺機能を作っていく。と、日本の総力を結集していると話す。優勝を目標に設定。大会中の成長ポイントにも言及。ウイリーグの各クラブに所属する選手がオフ明けに当たる時期にもなるが、各クラブがプレシーズンでキャンプやトレーニングマッチをしているが、各クラブと連携してコンディションを作ってもらっている。各クラブも協力してもらって幅広く準備をしてもらった。選手たち個人だけでなく各クラブとの連携やサポートでコンディションを整えているとも話した。優勝を目標に設定した加納監督は、育成年代の男子代表を率いて国際大会に臨んだ経験が豊富な森山義郎監督、現ベガルタ仙台の話からも、 W 杯を戦い、グループステージからノックアウトステージ、ファイナルへというところでいくと、ノックアウトステージで一気にギアを上げる必要があると。グループステージで勝ち点を取りながらも、さらなる成長と積み上げをもとにノックアウトステージに行く必要がある。それがさらなる上にもつながると思うと、大会中の成長をポイントに挙げた。陸上長距離の選手たちが高地トレーニングを行うような環境での戦いに臨むヤングなでしこは、それらを乗り越えていくことができるか。グループリーグではニュージーランド、ガーナ、オーストリアと対戦する。 JFA によると、試合の模様は国際サッカー連盟 FIFA による FIFA プラスで配信される予定だ。メンバーが発表されましたね。いつ発表するのかやきもきしていた。そうしているうちにお盆に突入したので、お盆明けに発表するもんだと思い込んでいた。すっかり休日モードになっている時にこの発表になった。JFA さんいけずやわー。
気持ちを切り替えてまずはこの大会を確認しよう。FIFA Under-20 女子ワールドカップコロンビア2024は8月31日から9月22日まで開催される。すでに出場する全24チームが決定している。スペインは2022年コスタリカ大会を優勝したディフェンディングチャンピオンとなる。前回、日本はそのスペインに敗れ準優勝となった。大会方式として参加24チームは4チームずつ6つのグループに分けられる。各グループの上位2チームと3位のうち上位4チームがラウンド16に進出。その後、準々決勝、準決勝、3位決定戦、決勝が行われる。今大会の特徴は標高は約2600メートルの高地で行われることだ。富士山の5合目や6合目に相当する高さだ。富士山だとギリギリ車で行ける場所ですね。この厳しい環境で日本はグループステージ3試合を行うことが決定している。それでは今回選ばれたメンバーを確認してみよう。前回招集された SUD レディースカップの時のメンバーも並べてみた。前回から戦外となったのは鹿島あかり選手、白沢ゆりえ選手、中谷里奈選手、日渡りもか選手の4名だ。角田風花選手、白垣宇野選手は前回は怪我で不参加となっていたが復帰となった。新たに招集されたのはウルフジェシカ優里選手と宇治原里穂奈選手だ。私もまだまだにわかなもので、お二人の名前を初めて知りました。そうだな。知ったかはできないのでこれを機会にお二人のことを知っていこう。ウルフ選手、宇治原選手ともに日テレ東京ヴェルディベレーザの選手だ。プロフィール見ようとベレーザの選手一覧検索したら、シーズン切り替え中で載ってませんでした。まあ仕方ない。折を見てチェックしておこう。気になるのは21名と通常のワールドカップよりメンバーが少ないです。今大会のルールブックを確認したが第27条の2項に最終21名の選手のみ参加を許可されるとなっている。そうなんですか。もう少し多くてもいいと思うんですがどうなんでしょう。個人的には23名でいいと思うんだがな。オリンピック直前までの18人よりはマシだとしておこう。オリンピックに出た谷川選手、古賀選手などは招集されませんでしたね。これで鹿野監督が目指す優勝ってできるんでしょうか。もちろん、目標は監督の言う通り優勝だと思う。しかしアンダー20の大会はそれ以上に大きな目的がある。それ以上の目的ですか。そうだ。それは A 代表、すなわちなでしこジャパンへ送り出すことだ。なでしこ入りですか。谷川選手、古賀選手、浜野選手、藤野選手はすでになでしこ入りしている。それも全員重要な戦力として扱われている。なでしこに定着している選手をわざわざ呼ぶ意味はない。タイトル以上に世界で戦う環境を与えるのがこの世代の使命だと思っている。若いうちに海外選手らと競うのは強化の上で重要ですからね。早いうちに世界レベルを経験して海外クラブへ意識を向けてほしいと思う。そうなると Eリーグの空洞化を心配する声も出てきそうです。今は日本女子サッカーの過渡期だと個人的に思っている。Eリーグが世界に通じないわけではない。しかし現状は海外リーグで経験を重ねることが結果的に日本女子サッカーに還元する環境だと思う。今しばらくはウェリーグも厳しい状況が続くと見ている。ではこのニュースを見たネットの反応を見てみよう。日本はリーグ戦突破については各年代とも自信がついたと見ます。これからは各世代でトーナメントで優勝することをもっと重視する必要があります。その経験がワールドカップやオリンピックのような世界中が注目する大会で優勝する国に成長させると思います。ここのところの流れを見ると、アンダー 17W 杯やアンダー 20W 杯で結果を残して、A 代表の監督になってるから、加納さんもチャンスをつかめるかどうかよね。それに選手も結果を残した年代からは A 代表に選ばれているから、このチャンスを生かしてもらいたいもんだよね。コロナ禍で世界大会が開かれずに谷間の世代もできてしまったし、誰にでも均等にチャンスが訪れるわけでもないんだから、この機会を逃さず結果を出さないとね。結果に関わってほしいね。五輪で戦った谷川選手、古賀選手を招集する必要は全くないと思います。アンダー20アジアカップ準優勝のメンバーで戦うのが一番良い。厳しい戦いになるとは思いますが、ぜひ予選リーグを突破してほしいと思います。 U20 女子代表がこのような理由で選手選考を行うということは、日本の競技力が上がってきているということでもあるのかな。次のなでしこジャパンに選ばれるように良い経験にしてほしいですね。すでに A 代表にあたるなでしこジャパンでそれなりに試合に絡めている選手はアンダー世代に無理して呼び戻さなくてといいと思う。本来アンダー世代代表とは A 代表への人材供給育成組織だからね。今回で言えばパリ五輪を戦い、帰国後間もなく再び海外での世界大会はどう考えても酷使しすぎることになるし、今回選ばれた選手はチャンスを生かしてほしい。試合での活躍はもちろんいいアピールができれば A 代表へも。まずは目の前の敵を全力で倒してください。応援してます。 A 代表に呼んでいる選手を使ってまで勝ちに行く大会ではない。私も長く応援しているので別面で戦ってほしいという気持ちもあります。しかしもう男女とも以前とは別のフェーズに立っているのでしょう。
あくまで給料を支払うのは所属チームであり、ワールドカップとオリンピック女子のみの本戦及び予選以外はチームとの駆け引きや移籍のタイミング次第なのでしょうね。それでも谷川や浜野がいたらと期待してしまいますよね。まあ新しい戦力に期待しましょう。男子オリンピック代表に OA を使わなかったのと同じような発想で大いに結構と思います。上に行ける選手はどんどん上に行ってもらい、下から這い上がってくる若い選手にどしどし機会を与える。そして試合では最初から最後まで休まず、手抜きせず、正々堂々ガンガンと戦い続ける。男女年齢枠に関わらず、日本代表はこのような戦いぶりが伝統と早く言われるようになっていただきたいな。マリサの意見と大体同じですね。わざわざ A 代表を呼ぶ必要はない。その A 代表を脅かす選手が出てくること、それが一番の強化だからな。そうすると現 A 代表選手もうかうかしてられないですね。それこそが目指すべきところだ。ではスケジュールも確認しましょう。毎度のことながら中2日攻撃なんですね。短期決戦になるから仕方ない。そんなに選手をクラブから借りることもできないしな。クラブに借りるで思い出しましたが、松久保選手また途中でクラブ都合で戻るなんてないですよね。多分ないんじゃないかな。少なくともグループステージではないだろう。でもわからんぞ。2大会連続で戻したからな。二度あることは二ならないことを願うばかりだ。今回の高知での試合は大変厳しいものになるはずだ。普通の酸素濃度ではないから当然心肺機能にも負荷がかかる。また気圧も低いのでボールの飛距離もいつもとは違う。いろんな意味で適応することが鍵になるだろう。選手の皆さん、過酷な環境ですが優勝を目指して頑張ってください。さて皆さんはこのニュースをどう見ましたか？このチャンネルではサッカー日本代表を中心に情報やネットの反応をご紹介していきます。気に入っていただいた方はぜひチャンネル登録、高評価お願いします。また、このニュースに対して何か感じたことがあればどしどしコメントください。それではまたね。またね。